どうも、皆さん。私はマックス・ウェーバーです。私は社会学者なんですが、哲学の絵本に出てきていいのでしょうか。皆さんは高校の世界史の授業で、私の名前を見たことがあるかもしれませんね。16世紀の宗教改革、ほら、ルターとか、カルヴァンとか、出てくるところです。そこに突然、私の名前が、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という長い本の題名と一緒に出てきたと思います。私は20世紀初めにこの本を書きました。それでおそらく授業でウェーバーはカルヴァン派の信仰が資本主義を成立させたと言っていると先生が言っておしまい。違いますか？何？覚えていないって。それじゃ私自身がそこんとこ説明しましょう。スイスのジュネーブで宗教改革を行ったカルヴァンは、すべては神様が決めているという予定説を説きました。すべては神様によって決められたのなら、商人であることも神様が決めたということになります。神様が決めた商人として商売に励むこと、儲けることは神様の意思にかなうことになりますね。すると勤労や倹約などは良いことだという禁欲的な倫理が生まれます。神様に与えられた仕事だから勤労や倹約は美徳なのです。こうして職業を神様によって与えられたものだとして一生懸命働くと、その結果として利潤が生まれます。働くのはこの利潤のためではなく神様のためなのです。利潤はあくまで結果でしかありません。だからこの利潤は自分のために浪費できません。神様のための活動、つまり自分の職業活動をさらに拡大するために使うのです。やがて神様のためというのがだんだん薄れていき、資本主義の精神、つまり働くことは美徳であり、そして利潤を追求するという考えが残りました。これが資本主義を発展させた原動力になったというのが私の考えです。ところでカリスマって私の言葉なんです。でもカリスマ美容師って使われるとは思いませんでした。マックス・ウェーバーさんは19世紀から20世紀のドイツの社会学者です。プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神を表して、西ヨーロッパで資本主義が発達した原因をキリスト教のプロテスタントの信仰に求めました。さらに合法的支配、伝統的支配、カリスマ的支配という支配の三類型を明らかにしました。